はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ゴローでございます。ということで今週の SKP 活動をお届けしたいと思います。ということで、ね、今日月曜日なんですけども、昨日日本対中国戦アジアカップありましたけどもね、 SKP、 おっと、華麗なるシューターのじりさん決める。そう、 SKP 終わってから、バスケ終わってから10人ぐらいで近くの居酒屋で日本のテレビが見れるところがあって、そこでみんなで見ておりましたバスケ見ながら飲むのいいよね。やっぱこの配信も個人的にはその一部になってるんですけど、個人的にはスポーツはよくずっと小中高野球で大学アメフトみたいな感じでやってはいたんですけど、まあ自分でやるのはね、どちらかというと好きなんですけど、スポーツ観戦はほぼ今までしなかったんですけど、バスケに関してはやってもおもろいし見ててもおもろいっていうねなのでね、昨日はまたね、バスケメンバーと一緒に見るっていうのがね、またこれまた一人で見るより楽しいっつうねそう、でもね、良かったですね。88年ぶりぐらいですか、中国に勝ったことなかったんですよね、確か。なので歴史的一勝じゃないんでしょうかと言ったことでね、盛り上がってきているゴローでございます。さあ、この試合一本決められるんでしょうかというかね、この日、あゴロー入ってきました。今交代した人とかね、まだ僕も今回初めて会ったんですけど、めちゃくちゃでかいでかいし、当たりが強いというか、もうフィジカルが全然違うんで、まあ、スラムダンクでもでっかいやつと桜木がゴリゴリやってたところありますけど、まさにあんな感じで、もうちょっとフィジカル面筋ではちょっと勝てないですよね、どう考えてもなのでこの人ね、このタンクトップの人、めちゃくちゃフィジカル強いまあ僕は同じチームだったんでね、当たられることはなかったんですけど、もうこの人にハイポストパスして決めてもらうっていうねすごかった。マジウィリーもね、この青い人はウィリーって言うんですけど、ウィリーもうまいし、でかいし、速いし、みたいな。なんか、もうすぐ SKP の創立記念日、もうすぐって言っても4月の19なんですけど、4年前に始めた時はまさかこんなにバスケチームっぽくなるとは、想像だにしてなかったんですけどね。いやさあ1ヶ月前ぐらいにちょうど目標としていた1日シュート10本を決めるっていうねのを達成しましたんで、今バッシュをいつ買おうか悩んでいるゴローでございますさあ1本を決めときたいぞ。ピック見切れてますけどもね、ピック、お、水曜さん、そう、今のこの黄色の3番の水曜さんなんですけど、水曜さんたちと4月に、広島のスラダン聖地巡りをやりたいと思いますやりたいと思う。おっと、水曜さん決める。水曜さんキレキレでしたね、この日ね。そう、水曜さんは僕らがちょっとお世話になってる上海シャークスのファンクラブでもあり、ファンクラブの中のバスケ好きな人たちの、責任者をやってるというね、まあそんなご縁もあって、広島ドラフラのご協力も得てですね、スラダン聖地巡り、広島経済大学とか回ったりとか、アリーナ、スラダンで出てた全国大会のね、とこなんですけど、そこでなんと、練習試合をするというね。おっと、水曜さん決める。
夢のようなスラダンファン、バスケファンならちょっとね憧れてしまうスラダンの全国大会会場ですね。ちょっとバスケは僕はちょっと参加しないんですけど、会場には立ちたいと思ってます。いや無理でしょう、だって5対5でしかも学生相手にとかってもうどう考えてもおじさん無理ですよね。さあこの日今のところ1本決めてますけども、この試合1本決めれるのか。うわすごいね、ゴリゴリ寒いんでね、怪我だけは気をつけていきましょう。さあおっと来た、おっと来た、このねシュート良かったんですよ個人的に。パス取って振り向いたら打てそうだなというくるりシュートだったんですけど、意外と良かったですね、なんかこのシュートは、うん。さあこの日2本目なんですけど、今週も、10本いかなかったんで僕がシュート決めた試合しか編集配信しない方向性でやっております。なんかちょっとここのとこ忙しくてあれなんですよね、ちょっと動画の編集の時間が、まあ、撮れるっちゃ撮れるんですけどちょっと立て込んでいて、そんなわけでご了承ください。さあゴリゴリゴール下ゴリゴリで強すぎる、すごいね。さあゴロ、もう一本決めれる時間はあるんでしょうか、あと残り1分少々、もう一回シュート打ちたいぞ、ディフェンス止めろ、あー水肥洋さん早っ、キレキレですね、キレキレ、あのぐらいだったら学生とできるかもしれないですね、確かにね。さあどこそこであと1分少々、おっと、うわ華麗なるシューター野尻さん、すんばらしい、もう1本打ちたいぞシュート、さあおっとラストか、まずい、時間がない、お時間がないぞ、まずいまずい、ラストかラストプレーか、打てるのか打てぬのか。やべ、ディフェンス1本止めてからのオフェンスにつなぎたいところ、さあやばい、水曜さん、うわ早っ、あとあこれがラストプレーっぽい、あっつあ終了ということで、この試合1本決めております。